百人一首十四河原の多大臣の歌です道の句の忍ぶ文字ずりたれゆえに乱れ染めにし我ならなくに歴史的仮名遣いです二句目忍ぶ文字ずり三句目たれゆえにです河原の多大臣は源の徹のことです この百人一首14の歌だけでなく源の徹は古文を勉強する多くの方にとって非常に興味深い人物となるはずです。まず一つ目、源氏物語の主人公、光源氏のモデルではないかと言われています。風雅を好み、そして贅沢を尽くして暮らしていました。 さらに河原の左大臣源の徹はもともと嵯峨天皇の王子でした。ですが若い頃にこの源の姓を賜って進化になったんですね。ですがその後左大臣にまで上り詰めることができました。 ちなみにこの百人一首14の一つ前覚えてますか、13です、妖、え、精、ー、院の歌があったんですがその妖精院が退位することになりでは次の天皇は誰かというお話になった時に源の徹は自分を売り込んだそうです。 では、佐大臣のお話はいいとして、河原の佐大臣とあります。この河原は何を由来にしているのでしょうか。それは源の徹の住まいにあります。えー、今日の都六条に河原の院という辞邸を作りました。そして非常に風流な生活を送っています。 え特に有名なのがお庭ですね欧州塩釜の風景に似せた庭園を作りました。ということは海が必要。京都にもかかわらず、浪速から毎日膨大な量の海水を運ばせて海の生き物を飼育していたそうです。そして塩焼きを行っていました。 源氏物語の中で光源氏が過ごした自分の屋敷六条院が出てきます河原の院はまさにその六条院のイメージモデルになったというわけですね。さあそして源を通るこの歌がさらに古文好きの皆さんの興味をそそるポイントもう一つあるんですけれどもそれは最後にお伝えします。 では歌の鑑賞に入りましょう道の句の忍文字ずりたれゆえに乱れ染めにしここまでですなぜか長くないですかと、えー、そういった声が聞こえ聞こえてくるようなんですがその秘密は一緒に読んでいるうちにわかります えー、道のくですがご存知だと思います東北地方の東半分ですね役はそのまま道のくのとしますよ忍文字釣りこれは何でしょうねまず文字ずりについてお話ししますよ現在の福島県しのぶ地方から算出された乱れ模様のすり衣のことです文字ずりとはこのような意味 ではしのぶという言葉はどこから来るんでしょうかそれにはすり衣の意味を知っていただく必要がありますしのぶぐさの茎や葉の汁をすりつけて染めた衣のことですですからこのしのぶがしのぶぐさのしのぶという説もありますし福島県のしのぶ地方で採れるから産出されるからしのぶなのだというような 説があります。ここまで一組目と二組目は四組目の乱れ素命西の乱れを導く助言葉になっています。間の種ゆえには飛ばしてしまうんですね。 なぜみ乱れを導くのかというと、そう、やはり文字釣りの乱れ模様を指していますよ。ということで、道の句の忍文字釣りの乱れ模様のように、誰故に、他でもない誰のせいで、乱れそうめにし、乱れ始めてしまったのか。 えー「染」めですけれども皆さんどのような感じを今想像していますか何々し始めめるののの古文言葉染染そ形が変わっっててにないますということで役の上では「何々し始める」となるわけなんですがこの染めやはり染め模様の「染」めのこの字も連想させますよね。 では、えー、文法についてお話ししましょう。えー、2と4です。どちらも助動詞。まず2は官僚の助動詞、ぬの連用形です。そして4は官僚の助動詞、きの連体形。うん連体形。でも文はどうやら終わる何々したと。一体どういうことなんでしょうか。えー、ではまず、 この四句目の終わりで区切れるということは掴んでいただいたことと思います。えー、現代語訳したときに文末句点が置かれる一回切れるということですもんね。えー、では四、えー、区切れであることはもうお話しするまでもないことです。えー、区切れこれまでも百人一州一から続けてくる中で何度も出てきます何度も出てきましたね。さあここでなぜ 何々かという疑問の意味が出てくるかなんですそれは詩が教えてくれています過去の助動詞、木の連体形結びが連体形になるといえばそう、あの文法です係り結びの法則ということで本当はこの3組目の後に係り助詞、かがあるはずなんですそれがなくなってしまっています 係女子かそして結びが過去の,動の連かかり結びについてはですねもうあのこれまで第1章そして第3章でお話ししてきていますので、えー、今ねこの動画をご覧になっていてこれだけの説明じゃわからないよと思われた方は是非そちらをご覧ください基礎的なお話をしています。 さあ、かかりむすびには疑問と脅威と反号3つの役割があるんですけれどももうお分かりですね、えー。かかりむすびの法則が起きたことで今疑問の意味になっています。他でもない誰のせいで乱れ始めてしまったのかと言ってるんですね。さあ最後の句を残していますがもう少しお付き合いください和歌の技法まだあるんです。この乱れ、そして染め 文字ずりの縁語になっていますはい、縁語につきましても第一章でお話ししていますよ縁語、えー、とわざわざ言われずともえー、皆さんはきっともう分かってらっしゃったと思いますしのぶ文字ずりの文字ずりの意味が分かれば そのことと、によって、て乱れるここそして染め、このような感じを連想することができましたね。ということで意味合いのつながりを持っている言葉たちです。こうやって意味同士を響かせることによって大きなそして強い印象を残すんです。ではお待ちかねです最後の句我ならなくに。一番今掴んでいただきたいのは「なくに」。 という言葉です。これは古文の言葉、えー、形容詞の「なし」の「なく」という言葉に接続助詞の「に」がついているんです。なにではないのにという意味なんですよ。ということで我ならなくには私のせいではないのにこのように、えー、前の句と統治になっていますね。 解釈する上では「私のせいではないのに他でもない誰のせいで乱れ始めてしまったのか」と言ってるんです。ということはこの歌は「我ならなくに私のせいではないのに誰ゆえに他でもない誰のせいで乱れ染めにし乱れ始めてしまったのか」と言っていることがわかります。 何が乱れ始めてしまったんでしょうねそして他でもない誰のせいでと言っていることは逆につまりあなたのせいでと言っていることがわかるんですですから最後にこのような言葉を補いましょうあなたのせいなのですよさあいよいよ確信に迫ろうとしています はい、イラストを描いてみました、えー。まず左側、怒ってます。髪の毛3本ですが、女性です。源のトールは、女性から恨み事を言われてしまいます。はい、ハートが割れています。それを聞いた源のトールは、いやいや、他でもないあなたのせいで、私の心は乱れ始めてしまったんですよ。 ちょっと言い訳じみた、そんなな歌になっていいます。いずれにしましてもこの歌は源徹の恋心の乱れについて歌っていますところでこれ,これをご覧になっている皆さんの中では「いやこの歌は百人一首だけではなくて違うところでも見た」という方がおられるかもしれません「伊勢物語」という歌物語の中の初段「初闘ぶり」 の中で元服したばかりの若い男性が奈良の春日の里で偶然にも美しい姉妹をかいま見たその時の自分の心の動揺を語るこの歌が弾かれていますぜひお読みになってみてください、えー、多くの高校生の皆さんは学校の授業で習う段でもありますよでは最後に決まり字です道。 が読まれれば、乱れ、そ、の札を取りましょう。道の句の、忍文字ずり、垂れゆえに、乱れ染めにし、我ならなくに。百人一首14、河原の左大臣の歌、以上です。